タイガー同様トップハンデ57キロを背負います。収まって初富士ステークスゲートインが終わりました。スタートしました。ダノンザタイガーちょっと後手を踏んで後ろから青い帽子、正面スタンド前先行争い広がっていますが、押して押してという感じ。6番のシルキーボイス前に行きます。そしてグランベルナデット、11番のルドビクス先段形成、内5番のフェアエールングです。7番のウィン・エクレールがその後中段で、そして10番のサンセットクラウド、内1番のヘッズワーテールズです。さらにその後ろ4番のダノンザタイガー、中段の後ろ前からは5、6馬身です。11頭1コーナーを回っていきます。先手を取ったのは6番のシルキーボイスです。2馬身ぐらいのリードを取りました。グランベルナデットが2番手の追走で、11番のルドビクスは3番手2コーナーを回ります。それから2馬身差、5番のフェアエールング、その直後7番のウィン・エクレール、外からじわっと10番サンセットクラウド、ポジションを押し上げて向こう上面に出ます。1番のヘッズ・オア・テイルズ、その外青い帽子、4番のダノン・ザ・タイガー中段後ろ、前からは6馬身7馬身ぐらい、それから2馬身ぐらい離れました。8番のクライミング・リリー、後ろから3投目60秒7で最初の 1000m 行っています。3番火曜年下最高峰から2番の森のカンナちゃんです。先頭からおしまいまでは10馬身ぐらいの圏内です。後方から森のカンナちゃんがポジションを押し上げていきました。さあ3コーナーのカーブです。シルキーボイス単独先頭、1馬身半ぐらいのリード、グランベルナデットオレンジの帽子、2番手での残り600を切ります。外は11番のルドビクスです。それからフェアエールングがいて、中段はぐっと固まっています。ウィンエクレール、外からは森のカンナちゃん、4番のダノンザタイガーは後方より青い帽子、後ろから2投目4コーナーを回ります。さあ直線コースに向いてきた。先頭9番のグランベルナデットか、内はシルキーボイス、外から追ってくるのはさあ11番のルドビクス、残り200、坂を駆け上がってくる。さらに1番のヘッズ・オア・テイルズ、その後ろ4番のダノンザタイガー追い込んできて、現在3番手9番グランベルナデット、2馬身のリード、グランベルナデットだ、ゴール。2着争いはどうか。1番ヘッズ・オア・テイルズ、その後4番ダノンザタイガー、1分59秒2の決着。早めの競馬9番グランベルナデット、直線しっかり伸びました。以上、中山11レース初富士ステークスでした。